はい、お疲れ様です。本日の企画はですね、はい、なんと、はい、リリーちゃんと、はい、社長、同棲します。え、いつの間にそんなの合意してないですか？ありがとうございます。合意ありがとうございます。言ってないです。ご制約ありがとうございます。逃げます、飛びます。カップルチャンネル解説。やだやだ。カップルチャンネル大解説。そう、何言ってるんですか？覚えてない。なんか聞こえたような気もしたんだけど。気のせい。気のせいですね。気のせい。まあ本当はね、それちょっと冗談なんで、この間ちょうどカメラマン2人とさ、新人カメラマンみたいな2人とさ、はい、この間動画撮ったの。マンションどうなこうな。ああ、はいはい、うん。でさ、まあそこにさ、はい、まあ、今から行こうかなと思ってるけど、おお、はい。俺が同棲するんだってさ、はい、まあ、せっかくチャンネルもやったしカメラマンだからこいつと一緒に同棲したら、あ、いいですよ、それいいのそれ。そう、え、お前絶対パンツの匂いかけだろ。お前持ってこいよ。逃げる。週に1個ずつ持ってこいよ。やめてくださいよ。リリーちゃんのパンツかぶってみたっていう動画撮りたい。俺あくまでも企画だよ。リリーちゃんの全然企画でも脱ぎたてのパンツ履いてみた。袋にしまってけよ。ジッパーで遊ぶときよ。日程しときます。ジッパーで、あの、もう私家帰れない。家帰れ。野宿します。で、まあ、ちなみにさ、まあ、はい、その前のマンションとは違う場所なんですけど、この、まあ、もう一個会社のやつがあるの、はい、でちょっとそこを見がってら、はい、ちょっとこいつ済ましようかな。あー、そうですね、遠いから一人暮らしの人がいてましたもんね。リリーちゃんとですか？リリーちゃんだろ。ありがとうございます。リリーちゃんだろ。え、あの、10万くれるんだったら済みますよ。10万ですぐ済むの。10万すぐ払ったわ。ちょっと待って、とりあえず金持ってくる。10万だったらありっすよ。10万だったらもう毎日払うわ。いや、月10万くれる。プラスでくれるんだな。視聴者が来るで、チャンネル。視聴者は私ですよ。知り合いしか、あの、身内しか優しくないんで。全然いいよみたいな感じなんだ。他のお客さんも住んでるから、あんまりわからないように口が入る。はい、うん、あ、よ、入ってる。お邪魔します。お邪魔します。もう一回入ったら、これで結構広いですね。え、なんて言いました？なんか強いな。結構綺麗にしようしない。はい、あ、まあ、ロードサインがそうだな。はい、サインが、あ、ベラーはこれ。はい、結構広いでしょ。広っ、うん、広いですね。めっちゃ良くないですか？会社がないって方、歩いてくれるし。本当ですよね。駐車場もあるし。はい、いいですね。お前が住んだら、俺、リリーちゃんに10万払わんで、お前、俺に10万くれよ。ってことは、俺、ただ、リリーちゃんが住んでるから、で、お前は10万でこう住めるから。10万はちょっと。それは10万入ってくるもんで、で、俺は別に所有しようと、別に行ってこいみたいなもんだから、ね、ちょうどいいんだよ。ちょうどいいです。2階も綺麗で、2階もあるから。2階もあるんですか？めっちゃいいですね。2階に2人ある。それが寂しいじゃん。抜群にここ住むかって言ったんだけど。はい。はい、部屋が広いもん嫌だった。掃除とかは確かにめんどくさいですね。ちょっと怖いですね、それと。いいじゃないですか。すげえ。ほぼ2階になるよ、多分生活の宿間は。キッチンで飯は食えるので。やったらもう生活のところ、ソファーのベッドみたいな感じで。はい。で、リリーちゃんのベッドがこっちで、俺のベッドがこっちで。はい。お前のベッドがこっちで。ドラえもんじゃないですか。でも本当に住んじゃえば、一緒に。で、ちょっと企画やろうよ、1週間ぐらい住んで。いいリリーちゃんで。まあまあまあ。すごい嫌がってる。嫌がってる、嫌がってる。嫌がってるってこれ嬉しかったもん。面白いね。視聴者の皆さん、決まりました。リリーちゃんとカメラマンが同棲、そしておまけに小林好き。私ガチで同棲とかできるキャラじゃないんですよ。そうだよ、俺ずっとくっついてるけど。いや、一緒におると気づかんからくっついてるから。いや、めっちゃ強いですよ、本当に。マジで同棲とかできないキャラです。全然大丈夫、踏みつけてくれる。全然大丈夫。いや、踏みつけないわけじゃないんですよ。だったらゴキブリ扱いしてください。いや、ちっちゃい扱いかもしれない。いや、面白いよね、それも。なんか企画で誰か住ませると。みどりちゃんですみたいな。あ、みどりちゃん、あいつ喋らんでしょ。いや、結構喋りますよ。あ、そっかそっか。はい、でも最近、だって俺が出てる動画では喋らんけど、はい、言ってこういう距離でここだったらあいつ喋らんけど、なんか他のやつと結構喋ってる。喋ってますね。なんで、俺のこともしかして嫌い？慣れてないもん。優しい、優しい。もう本当にね、まあ、本当に前回、ちょっとまあ、ちょっと勉強のことも加えたいなと思うと、不動産がリスクが高いってすごい。で、コメント入ってましたね、いっぱい。そうそうそう。
で、じゃあ、不動産、それ不動産の株式、不動産会社の人に聞いたらいいと思うんだけど、はい、まあ、ちっちゃい経営者でもさ、本当不動産って結構金借りやすいから、はい、俺は一つメリットかなと思うのは、まず職人さんが抱えておって、4、5人とか抱えておったら、空室リスクがないじゃん。空いた時にもう社員住ませるじゃん。はい、ちなみにここ両サイドは違う気がするんだけど、ずっと。はい。で、一回隣を出たから、はい、でもすぐまた入ってたし、で、うちはまあ、こう、社員が結構空いた時に住みたいっていう場合だったら、あ、じゃあ家を住んでて。だって俺は逆に都会に持つとか、土地が値段上がるところとか、はい、そういうのを狙ってんだけど、とにかく会社が近いところに持っておけば、他人にも貸せるし、社員にも貸せるじゃん。ちょっとお値打ちに貸しられるもんで、はい、まあ、メリット大きいじゃん。はい、で、この間なんか、不動産はリスクが高いとか低いとか、売った時の値段が下がるとか、はい、上がるって言ったけど、はい、あのね、まずそういうコメントを見て不安になるよりも、土地の値段っていうのは、あくまでも売る時の話だから、売らなかったら関係ないし、名古屋駅とかさ、景気がいい時にはやっぱ土地の値段が上がって、はい、こうやってコロナみたいな時は値段が下がってるとあるんだけど、はい、ちなみに田舎はもう何十年も値段なんか変わってない。そうなんですか。そうそう、ゆるやかに変わっていってるだけだから、いきなりバンバンって変わらない。バーンっていうのはもうありえない。まあ、この辺で例えば坪30から50とか言われてるけど、はい、まあ、その値段っていうのはもう何十年も前のその値段だし、おー、で、どうしてもっていうふう で、土地ってまたさ、生き物だからさ、たまたまじゃあ俺ここ乗っ取って隣が空いたとするじゃん。どうしても、あ、ちょうどここ駐車場にしたかったんだわと思ったら、値段高くても出すじゃん。だから、不動産って価格決まってないから、うんうん、だから行って田舎っていうのは別にその需要と供給の世界だから、はい、まあ、一軒家建ててこうやって住みたい人はある一定数がおるわけじゃん、はい、港区に住みたいなっていう人は、はい、だからもうそんなに一定値段がダーンって上がることもないし、はい、下がるっていうこともないと思うし、まあ、でさらに下がっても俺は別にいいと思ってるから、もうそもそも売るつもりないけど、うん、で中古で買ってるから安いんだ、ほんと土地の値段だけなんだよ、ほぼほぼ建物はそんなにもう上もただみたいな感じ、あ、まあ、ここはちょっと高かったけど新品って金額のベース、はい、もうトントンだよ。それなのにサーチにしてみたら仮なのよ、はい、12年とか10年ぐらい持ってるだけで、はい、すごくない？上もここでもここ確か4000万5000万ぐらいだと思うんだけど、はい、まあ、もう3000万とかで売れるわね、絶対100%。値段ちょっとね釣り上げてとか高く売りたい、そんな慌ててないで高く売りたいだったらもうちょっといい値段になってくるだろうし、はい、うん、でそのこのままこれ売ってもいいしな、もうだって俺今日これ売りに出しても俺絶対損ない、もう、はい、で値段は買った時より下がってるけど、もうそもそも上物なんか安いから、うん、ほとんど途中になんだから。確かにリスクもあるけど、仕事に比べたら、仕事ってさ、今経理とかだと、はい、給料とかってるんで、すごいリスクでしょ、はい、そうですね、人一人雇ったら500万、600万ぐらいかかる、うん、2年で辞めてたら1000万の損でしょ、はい、で、それこの間もそうですね、スカウトみたいなの使ったら、スカウト料で100万超えるんだでしょ、めっちゃ高いですね、スカウト料、ほんまに、うん、だからね、それでダメな人もおるわけじゃん、うちの会社も実際おったわけじゃん、はい、おりましたね、何百万、600万ぐらい払ってヘッドハンティングした人が、はい、あんまりね、思わしい結果を出せなくて、はい、れたっていうのがあるので、仕事が攻めだったら、それを、その信用力を使って守りも作ってるっていうのは、社員にとってもいいし、はい、社員もいいじゃん。だってお前、今日からぶっちゃけ住んだの。住みます。住んだの。見てどう、まあ、見たいっていう話でちょっと見に行こうってなったので、はい、で、リリちゃんがセットで作って、月10万円だぞ、セットで。まあ、俺、ピンハネがあるから14。ここの部屋はただで、まあ、1、2ヶ月とりあえず住もうかってやつなんで、ちょうどいいんじゃない？リリちゃんと1、2ヶ月でちょうど。あんまり長いとリリちゃんもかわいそう。一部屋用意してくれるのもあるんですよ。俺、一緒に住んでるじゃん。俺、チーム3部屋余っとる？めっちゃ部屋余っとる？そうですなんならもう部屋から絶対出んもん、これ。だってトイレも2つある。そうなんです。まだそんな感じです。はい、ああ、まあ実際にお前、本当に住んでる。住みます。うん、いいだろうね。めちゃくちゃいいです、ね。まあ、1ヶ月、2ヶ月とりあえずはな。はい、ただ、うん、で、そこからはまた、ね、まあ、社員達してもいいし、まあ、気に入ったものここいくらですかっていうのでもいいし、そんな高くないよ、ここ確か。いくらぐらい？まず5万円ぐらいじゃなかった。あ、そう。5万円だったら。そうそう、安い。いや、はい、ちょっと俺もはっきり覚えてない。じゃあ、リリーちゃんと、カメラマンの伊藤と、社長で、はい、来週から、ね、3P チャンネルになりますので、1週間、毎日そのままかけるから、ライブ中継で、よろしくお願いします。撮ります。ります。チャンネル登録と、みんなリリーちゃんチャンネルに、もう、一石お願いします。はい、あと、求人ね、求人マッチング。これも本当に500社超えてきて、まあ、今いい、言ってるし、具体的にそのマッチングも、募集の方だけやってるんですけど、あれちょっと本当に近いサイト作ってるんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。リンク貼ってるから。はい。で、本当にもう700人とか1日に、本当に、アナリティクスみたいなのを
はい、それだけ今建設会社今200社ぐらいは求人もかけてるかな、はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。また見てね。Okay.